彼らは自らの運命を自分たちで決めた。そう、死ぬことを恐れずに、死に直面する恐怖を知らずに。みんな、大丈夫か？赤いマントの若い兵を見なかったか？見てない。あんたは？俺は…いたぞ！殺せ！兄様。もう無理ですね。分かってる。
ありがとうな。七里。少し休もう。お前の名前やっぱり変だよ。マキナの名付けは分かんないな。一度会いたいな。父にお前が一緒でよかった。やだ、怖い、やだ、死にたくない。こちらクラスゼロ。今度は無事に届いたようだな。嫌だ。ニジャイの戦に感謝をしよう。私が指揮官を務めるクラサメだ。ここは頼んだ。俺の番だぜ。広告のジャマーを捜索、破壊してほしい。任せてくれ。まずは中央エレベーターを使用して。
の化け物め。先ほどの報告にあった部隊を発見。相当に移る。早く配置につけ。これより降下します。行け。クイーンです。どうしました？コール。くだらないことで連絡をしないでください。王国軍の胸をついた奪還作戦は朱雀軍の有利に運ぶかに思われた。しかし作戦開始から3時間、飛空艇部隊による突入作戦は実戦経験の不足や王国軍の迎撃により多くの部隊が目標に到達できず、作戦は困難を極めた。また陸上部隊も最大の武器である魔法が封じられたことでその力を生かせないまま損害を重ねてゆき、未だ魔導員に取り付けてはいなかった。クラスゼロ、聞こえるか？こちら諜報部、朱雀を包んでいるジャマーの一部を発見した。コール。いけ。
情はないだと。バカな、現にここに魔法を使う奴らがいるんだ。上に連絡をしろ。床の射出を急げ。
無理するな。あ、うん、大丈夫。それよりマキナ、クリスタルが。そうだな、クリスタルの力が戻ってきてるみたいだ。行こう、マキナ。兵器の反応を感知。